クリストファー・ボルフ・ガング・ゲオルク・アウグスト・シンドラーは、ドイツ・バイエルン・シュー・ミュンヘン出身のプロサッカー選手。イングランド・エフル・チャンピオンシップのハダース・フィールド・タウンに、所属している。ポジションは DF。1999年の TSV1860、ミュンヘンに入団し、2009年に、プロ契約。2010年にトップチームに昇格し、2015から16。 シーズンまで主力として活躍した。2016年6月29日、当時フットボールリーグチャンピオンシップに所属していた、ハダースフィールドタウン FC に、クラブ史上最高の遺跡金で契約。加入1年目の2016から17シーズンは47試合に出場。チームは昇格プレイオフに進み、決勝戦でレディング FC を下し、チーム創設初のプレミアリーグ昇格。 2017年7月24日に2020年までの契約延長に合意。シンドラー自身も初のトップリーグでの戦いとなった2017から18、シーズンは37試合とほぼフル出場を果たし、残留争いを繰り広げる。チーム状況の中、最終ラインで奮闘し、トップリーグ残留に貢献した。2011年から2年間、 U-21 のドイツ代表に招集された経験を持つ。ありがとうございます。